はい、天然チャンネルの亀井です。こんにちは。今日は期間限定生ビール朝日食楽、こちらです。こちらを飲んでみたいと思います。秋が進む、あ、違う、そう、食が進む秋限定ごめんなさい、間違えた、逆だった。食が進む秋限定国際版バイゼンマイ仕様。こんな感じですね、見た目は。周りにこっちの方が見えるかな、あ、一緒か。あの、落ち葉がいっぱい書いてあります。秋らしさ満点のこちらの朝日をライビールを飲んでみたいと思います。口をチェック、アルコール分は、あ、これも 6% ですね。やっぱ朝日って聞くと、ね、買っちゃいます、飲んでみたいですよね。ちょっと早速飲んでみたいと思います。もう一気にこうビール売り場が秋限定になって、9月入った途端に秋のビールがいろいろ出ているようです。はい、じゃあ早速飲んでみたいと思います。こんな感じです。めちゃくちゃ飲みやすいです。あの、まろやかに入ってきます。ちょっと苦味もそんなないかな、辛味もないかな。うん、なんかスーパードライみたいな、これ生ビールですよね。え、すっごい飲みやすい。生ビールなのにすごいこう、なんだろう、癖がない、全く癖がない。辛さも全然こう ガツンとした辛さもなくて、でもちゃんとビールの香りとか匂いは、味はするんですけど、うん、おいしい。喉に突っかかる感じもなく、すごくおいしく飲めると思う。なんかビール苦手な人でも飲める気がする、これ。おいしいです。やっぱ食が進む秋限定っていう書いてあるんですけど、まあ、ご飯を邪魔しない感はあるのかもしれないですね。多分あのきちんとこう主張しない、きちんとしたビールみたいな、うまく言えないそんな感じがします。うん、いや、おいしい。やっぱりなんか夏と違いますよね。夏限定のビールと秋限定のビールって全然味が違うと思います。秋の方がまろやかな感じで、やっぱご飯にこう食事にきちんと合うのが来てるのかなと思います。うん、はい、こんな感じでございます。見た目も可愛い。今回は朝日食楽という限定のビールを飲んでみました。ありがとうございます。また限定ビールなど気になるビールがあったら飲んでみたいと思います。ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。